今緊急でカメラを回しています。ちょっと事件がありまして、この水槽にいたヤマトヌマエビがとあるところに紛れ込んでしまいました。どこかというと外部フィルターのホースの中。今回は緊急でこのヤマトヌマエビの救出と、ついでに外部フィルターを開けて中身をチェックしたいと思います。さあ、では作業を開始します。簡単に外部フィルターのメンテナンスの流れを紹介するんですけど、今回はこの VX60 という小型水槽向けの外部フィルター。こういった小さいタイプであれば、用意するものはバケツが2つ、それと取り外したモーターヘッドを置いておく、なんかトレー、もうちょっと深型のトレーの方が水漏れしなくていいと思います。バケツは飼育水を入れてろ材をすすいだり、あとはろ材を保管しておいたりっていう感じで適宜使っていきたいと思います。まずは外部フィルターの電源を止めます。ホースアダプターの流量を止めます。アダプターユニットのロックを解除して取り外します。 VX シリーズは本当に便利です。あとはバケツを受け皿にしてレバーを戻せばエビが流れ出てくるはずなんですけど、いけるかな。ちょっとこのエルボーで引っかかりそうで怖いんだけど、とりあえずいけ。あ、出た。出ました。無事にヤマトちゃん救出。ただですね、実は今回緊急で動画を撮ってると言いつつ、発見したのは昨日の夜で、ショート動画を作ってアップするというのんきなことをしていました。そしてその時はホースの中にヤマトヌマエビ2匹いたんですよね。今出てきたのは1匹なので、もう1匹はどこへ行ってしまったのか。水槽内に戻ってくれたんならいいんですけど、もしかしたら外部フィルターの方へ行ってしまったのかもしれない。今回はそれを救出するのがミッションですね。ではモーターヘッドを外します。よいしょ。あ、やばい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 。よいしょとやりまして、外部フィルターを取り出しまして、よいしょ。危ない危ない。ほいで、まずはこっちに水槽の飼育水を取って、ろ材をすすぐ用のバケツにしたいと思います。我が家で使っているのはこちらのクイック水替えポンプかな。過去にレビュー動画アップしてますので後でチェックしてほしいんですけど、これめちゃめちゃ便利なのでおすすめです。何がおすすめかというと、まずこのホース結構柔らかくて柔軟性があります。そしてこのアヒル弁、これがねかなり優秀。これを 2,3 度ポンプするだけで、見てください、この勢い素晴らしいですね。もちろんプロホースとかでもいいんですけど、プロホースは結構パーツが多くってメンテナンスも面倒。水を取り出すだけだったらこのクイック水替えポンプめちゃめちゃ有効です。プロホースみたいに低床掃除には使えないので、そこだけ注意ですね。さあ、では何が出るのか、ちょっと怖いんですけど、外部フィルターの中をチェックしていきます。まず上の方に、おそらくホースの中で溜まってた汚れが剥がれ落ちたもの、レッドラムズの貝殻なんかも残ってますね。これはちょっと隣のバケツへ。さあ、そしてコンテナ1段目、ちなみに VX60 はコンテナが2段しかありません。こちらもちょっと汚いな。よいしょ。こちらはウールマットとサブストですね。ウールマットは交換しちゃいますか。そしてここにはエビの姿は見当たらないので、よし、これも洗浄完了。そして2段目、エビがいるとすればここなんですけど、こちらはエーハイムのメック、それとアラメスポンジが入っています。こちらも生き物はいそうな感じがしないですね。下に敷いてあるアラメスポンジは後で取り出して洗いたいと思います。そして最後にここ、この中にエビがいなければ行方不明のエビは水槽内に戻っていったということになりますね。いないです。よかった。万が一この中で死んでたりしたらちょっと悲しいので、どうやら水槽内にちゃんと戻ってったみたいです。これで一安心ですね。じゃあせっかくここまで外部フィルターばらしたので、
モーターヘッドとかのメンテナンスもして再セットしたいと思います。外部フィルター初心者向けのセッティング講座突然始まるセッティング講座。まずこれ外部フィルターのバケツ部分ですね。この中に付属のコンテナ、それに露材を入れたもの、これをセットしていきます。ただこれ向きが実は決まってて、残念なことにこのコンテナどの向きでもバケツの中に入ってしまうので向きを間違ってしまうことがあります。一応このコンテナの取っ手のとこに矢印があるのと、バケツにも一箇所矢印があるので、このコンテナの矢印とバケツの矢印、これを合わせて入れるのが正解です。今回露材は、下段のコンテナは付属の黒いアラメスポンジと別売りのエーハイムメック、ハンドルはしっかりと収納しておきます。そして2段目はこれも別売りのエーハイムサブストラットプロ。コンテナ2つ目はこの穴になっている部分が合えばいいので分かりやすいですね。そして最後に露材押さえ蓋、この平べったい網網パーツを、これも矢印があるのと筒の部分が空いているので向きを合わせてセットします。すいません、1個忘れてました。上段の露材コンテナにろ過ウールをセットします。ろ過ウールはダイソーとかで売ってるこういったものでも OK です。このろ過ウールをコンテナぐらいのサイズに広げて、このハンドルと露材の間に滑り込ませます。あとはコンテナの蓋をセット。これで露材コンテナのセットは完了です。続いてモーターヘッドのメンテナンスを行っていきます。さあ、ではモーターヘッドのメンテナンスを行っていきます。やることはだいたい2つで、このインペラー部分のメンテナンス、清掃、それとモーターヘッドの外周にあるオーリングにシリコングリスを塗布する。一応メンテナンス用にはいろいろ使えそうなツールもあるんですけど、基本的には歯ブラシと、なんか100均で売ってるキッチン系のお掃除グッズ、このあたりが役に立ちます。これ最近気に入ってるクリニカのヘッドが薄い歯ブラシ、これマジでいいですよ。皆さん、奥歯の狭いところまでブラシが届くのでマジで歯磨きしやすくなります何の話でしたっけ。あ、外部フィルターの掃除ですね。ヘッドが小さいと外部フィルターとかの掃除もしやすいのでおすすめです。ではまずインペラーのケーシング掃除していきます。このキャップ部分をグイッと回すと取れるんですけど、ちょっとこれね、取れ方が2種類ありまして、このシャフト、これがこのインペラーのキャップについてくる場合とインペラーに残る場合があります。このシャフトがキャップの方についてきちゃうと、インペラーの下にある小さい部品も残っちゃうことになるのでちょっと面倒くさい。今回はシャフトがキャップにくっついてきちゃった場合で紹介をしていきます。まずこれを磨いていきましょう。めちゃめちゃ汚いですね。一応これにもオーリングついてるんで、それも必要に応じてシリコングリス塗った方がいいかもしれない。なんかヌメヌメした汚れ、これをブラシで取っていきますまあシャフト持たない方がいいか、折れたら大惨事ですね。撮影しながらは結構大変ですね。OK、 綺麗になった。続いてインペラー、この状態だと取り出せないのでピンセットとかでスポッと取り出します。あー汚い、デロデロだ。これもブラシで汚れを落としていきます。うわー、ちょっとなんだこの色、めちゃめちゃ汚れてたんですね。なんかブラッシング続けたらさらに綺麗になりました。多分この黄緑色が元々の色かな。だいぶ綺麗になりましたね。そして冒頭に言った、なぜこの状態でシャフトも一緒に抜けちゃうとちょっと困ったことになるか。実はこのモーターヘッドの中に、このシャフトの付け根にあるこのキャップ、これがですね、シャフトの反対側にもついていて、それが一緒に抜け落ちてモーターヘッドの中に残ってる状態なんですよね。なのでピンセットでこのキャップをモーターヘッドの中から救い出します。これはもうピンセット必須ですね。多分真ん中あたりにあるので、キュポッ、あ、取れた。これこれ、これを取り出しておかないとインペラー設置時に結構手間取っちゃうことがあるので、これは取り出してあらかじめインペラーの方へ取り付けておきます。はい、これが完全体ですね。インペラーのケースカバーとインペラー、シャフトのキャップ、
シャフトのキャップはインペラーケースカバーの方にも付いています。ではインペラーのケース内をきれいにしていきます。これはティッシュで拭き取るとかでもいいんですけど、細かいとこはこのブラシが役に立ちます。うわー汚い汚い汚い、うわー汚い、あー汚い、これは写していいのか、これはまずい。お、綺麗になりましたね。せっかくなのでインペラーケースカバーのこの O-ringにもシリコングリスを塗っていきます。この O-ringは硬くなったら交換時期なんですけど、どうだろう、結構ギリギリかな、そろそろ交換かもしれないんだけど、別売りしてましたっけね。じゃあシリコングリスをペロッと指で取ってテロテロと塗っていく。ちょっとこのあたり素人なので塗り方間違っててもあまり強い言葉で責めないでください。 OK、 じゃあこのインペラーのセットを差し込みます。カバーをカチッ、はい、これで一つ目の作業は完了。続いてモーターヘッドのO-ringにシリコングリスを塗っていきます。まずO-ringをモーターヘッドから外します。キュポッと差し込んで、はい、ベリベリッと、ベリベリベリ、これがO-ringこれも硬くなってきたら交換なんですけど、今回はかなり柔軟性もあるし大丈夫そうですね。まず汚れを拭き取っていきます。ちなみに多分最後にも言うと思うんですけど、忘れそうなので先に言っとくと、このO-ringにグリスを塗る作業は毎回やる必要はありません。たまにチェックしてグリスがなんかなくなってきたなと思ったら塗る、そんな程度でいいと思います。続いてO-ringを外したところも拭き取っていきます。ではO-ringを再びはめます。 OK、 そしてまたこのシリコングリスをペロッ、これをO-ringに塗っていきます。これも塗り方間違ってたら優しく指摘してください。強い言葉は使わずにお願いします。多分これO-ringはめる前にO-ring全体にグリス塗った方がいいのかな。多分あんまりつけすぎもよろしくないとは思うんですけど、はい、 OK。 ちなみにこのシリコングリスは過去にリスナーさんにおすすめしていただいたもの、下の動画説明欄に商品リンクを載せておきます。最後にモーターヘッドをかぶせれば完了。一応バケツの正面はバケツの前面に商品ロゴがプリントされています。このピロピロ動くストッパーは前にも後ろにもテトラとロゴがあるので、これで判別するのは1/2です。バケツの正面を確認したらモーターヘッドをかぶせます。これは向き間違いようはないですね。モーターヘッドの取り付けなんですけど、前後を確認した状態でバケツと水平になるように乗せます。この前後にあるピラピラは最後に取り付けます。まずこの左右の耳を開いた状態でモーターヘッドの左右にある出っ張り、ここに体重をかけます。この時左右同時に体重かけるんじゃなくて片方ずつ体重をかけると設置しやすいと思います。まず左から体重かけてみたいと思います。体重をかけていくと羽の部分が自動的に下がっていきます。ある程度下がったら今度は右側体重をかけていきます。これもこの羽が勝手に下がっていきます。ある程度押し込んだらこの羽がバケツにロックできるようになります。これで左右のロックは完了。この前後のロックについては保険みたいな感じですね。モーターヘッドに引っ掛けてパチンと下げるだけ。この左右の羽がしっかりとバケツに収まってて、モーターヘッドとバケツの隙間がぴっちりと合わさっていれば正常に取り付けられたと思って大丈夫です。あとは取り外した時と逆の順序で
ホースアダプターを取り付けて左右のロックをしっかりとして、このレバーを戻すと水が流れ始めましたね。水の流れる音が止まって外部フィルター内が満水になったら電源をオンにします。これで再稼働が完了です。さあ、ではメンテナンスも終わったので、今回救出した大和ぬまえび戻していきます。はい、もう入るんじゃないよ。あら、大和ぬまえびあるある、水がなくても平気そう。お、出るか出るか。はい、ちなみに今回の大和ぬまえびがホース内に入り込んだのは、こういったタイプの湯膜取り付きの給水パイプを使っていたせいだと思います。特にこのアズーかエフゾーンか忘れたんですけど、このフロートちょっと沈みやすいので、水中に沈んじゃうと容易にエビとか入り込みやすくなります。現在は対策としてこのチョイスのリフトアップパーツ、これを使っているので、もう入り込むことはないでしょう。いや、大和ならここ登って入り込むことも考えられる。これは湯膜取り付き給排水パイプ使ってると起こりうる事故なのかもしれませんね。真ん中にシャフト出てるタイプだと隙間が狭くなるので大丈夫かもしれない。ちなみにこういったタイプの一般的なガラス製給水パイプ、これだと当然スリットはこんな狭いのでエビとかが入り込む危険はありません。チエビは吸われちゃうけど。というわけで今回はホース内に入り込んだ大和ぬまえびの救出作業と外部フィルターのメンテナンス作業の様子をお伝えしました。本当は外部フィルターのメンテナンス、ここまで詳しくお伝えする予定はなかったんですけど、せっかくなので外部フィルターこれから買ってみようかなっていう方の参考になれば幸いです。我が家ではテトラの外部フィルター VX60 と VX75 を使ってるんですけど、このフィルターのメンテナンス動画もアップしてますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上です。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。